こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。遠視と弱視についてお話ししていきたいと思います。今回お話しするとき、目のお話をしたいので、こう眉毛があって目があって、目を縦に切って横から見ると、ここが前、こっちが後ろ、こんな感じで目が見えるわけです。この目の模型を使いながら説明をしていきたいと思います。静止といって、近視と遠視の間の状態は、遠くにあるものが目で光が集まって、焦点、光がこうバッチリここで小さく点を結ぶ状態を言います。この状態であると、ものがよく見えますし、目を刺激して、目の成長も促せるわけです。近視というのは、遠くにあるものが目の前の部分、ここで焦点を結んでしまう状態を言います。遠視は逆に目の奥側で焦点を結んでしまう状態を言います。近視の場合、近くのものを見れば物が見えるというご経験がある方もいらっしゃると思います。近視の場合は、こう遠くにあるものは、手前で像を結んでしまうわけなんですけども、近くにあるものの場合は奥で焦点を結ぶため、近くのものはバッチリ見えるわけです。じゃあ遠視は遠くは見えるのかというと、実は遠くは見えないんです。まあこうやって遠くが仮にあるものを見ると、奥に焦点を結ぶ、そのためにさらに遠くにするわけにはいかないので、もうここで焦点を結ぶことしかできないので、なんとなくぼんやりとした像が見えることになってしまいます。近視は近くが見える、遠視は遠くを見ることは実はできない。まあこの用語がちょっとややこしいので、この勘違いが起こりやすいです。よく、皆さんが言うのは、遠視は遠くが見えて近視は近くが見えると思ってるかもしれませんが、実はそういうことではないのです。ですから近視は焦点が合う場所が近くにはあるので、焦点が合うことによる目の成長を促すことができる。遠視の場合は焦点が合わないので、目の成長をさせることが難しいという問題があります。で、遠視にも度数、メガネの度数とかってありますが、遠視の度数の場合は、検査が特別に必要になります。ただ見るだけでは難しいです。遠視、ものを見てこの奥にピントが合うわけです。実は子供の頃は目のレンズの力があるため、これを無理やり手元に持ってくることはできるんですね。ただそれをしてしまうと遠視の度数が正確にわからなくなってしまうので、遠視の検査をする場合、アトロピンという目薬やサイプレジンという目薬を使うことがあります。アトロピンという目薬は5日とか1週間ぐらい目薬をして、その後検査をするもので、しっかりと遠視の度数が検査できるという、まあ優れたお薬です。ただ熱が出るという副作用があったりとか、 2,3 週間眩しくなってしまうという問題点があります。サイプレジンという薬は、まあその日に検査ができる、まあ 2,3 時間なり目薬をして、それで検査ができるので、そういう意味では簡便ですけれども、アトロピンに比べるとしっかりとした検査ができないです。このように遠視の場合、遠くから奥の方にピントが合ってしまうのを、遠視の度数をしっかり確定させてメガネを入れることで、目の奥にピントをしっかり合わせる、こうすることで目の成長を促すことができるわけです。ですからこういう意味でメガネは治療の方法として、遠視の場合は使われるわけです。遠視の弱視の場合は、メガネは治療の一部。ただ、メガネなしでも、それなりには見えるので、お子さんはメガネを嫌がることもあります。で、どこまでちゃんとやって、治療としてやっていくのか、よく考えていただいて、メガネ嫌がるからかわいそうと言うんではなくて、成長したらその治療はできません。これはあくまで、成長を助けてあげる治療でしかないので、大人になって20歳、30になってから、じゃあ治療しましょうと言ってもできません。ですから、この段階でしっかりどこまでやるかをよく考えていただければと思います。